さん、はい、三井物産からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは三井物産株式会社北海道支社長の角田道彦さんです。角田道彦です。はい、よろしくお願いいたします。今日は、三井物産のですね、支社長室からお送りいたします。はい、ここ景色がいいですね。そうですね、あの手稲山が見えたり萌山が見えたり、はい、しております。実はあのスキーがすごくお上手だそうで大学時代にされてたって。はい、あの大学時代競技スキーやってまして、15年ぐらい全然やってなかったんですけどやり始めたらやっぱりスキーが好きだなっていうのは、はいはい、思いました。北海道にいらしてから滑るチャンスはありましたか？結構ありますね。週末なるべく運動不足になっちゃうんで、スキーしようかなと思ってて、テイニーハイランドがすごく近いんで、はい、ちょうど見えるんですよ ね、 ここからね、家から30分なんですよ。あ、そうなんですか。ですからもう朝ごはん食べて30分で行って2時間ぐらい滑って昼ごはんで戻ってくるっていう、なんか週末をなるべく作ろうと思ってます。本州の方、札幌はそういうことができるんです本当なんですよ。はい、角田さんは札幌にまあ転勤でいらしてからどれぐらいになるんでしたっけ？1年と4ヶ月ぐらいですかね。1年と4ヶ月ぐらい、はい、その前はどちらにいらっしゃったんですか？シンガポールにおりました。シンガポールにいらっしゃいました、はい、言ったら常夏の、はいね、シンガポールから、もう季節感のない一年中暑いシンガポールです。はい、そこから北海道にいらして、どんなことを感じていらっしゃるのかというあたりも含めて、角田さんにも3つのキーワードで伺ってまいります。3つのキーワードこちらです。じゃん。インフレは100年隠すが、デフレは本物しか残らない。 FEW as フードエナジーウォーター。合ってます？合ってます。はい、世界に通用する北海道のために。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。じゃあまずはですね、なんといってもその常夏のシンガポールから北海道にいらした、はい、あのもともと北海道の子供時代はご縁があったそうでね。そうなんですね。幼稚園の時、はい、北海道札幌におりまして1年2年弱いまして、はい、まあ、その時スキーをやるんですけど、はい、ですけど新たに来てみて、はい、こんなに大きい都市だったかなっていうのを思いましたけどもね。はい、なんかお父さんが転勤族だったので、はい、子供時代からも結構全国転勤されてね、はい、あちこち歩いて、はい、言ったらお仕事をされてからは今度は世界を股にかけて点々とという感じになりますかね。はい、そうですね。その中でシンガポールからまあ北海道に来たわけです。こちらがまあキーワードにさせていただきましたが、まあ、シンガポールはすごくインフレ、うん、そうですね、はい、あのインフレっていうか、まあ、成長著しいアジア、うん、はい、もうその中心がシンガポールですね。でバブル期みたいな感じですかね。バブルですね、まあ、人口がね、うん、どんどん増えてるんですよ、うん、で全てのものが社会インフラから物からもう足りなくて、まあ、シンガポールはそれでも成長してるんですけど、はい、周りの ASEAN、それからインド、中国、ものすごくこう成長してて、うん、もうそこはもう本当にインフレで物がなくて、でどんどん成長してる、もうそういう地域ですね。そこから、まあ、北海道に来たら、はい、北海道というか日本全体がね、もうデフレで今大変なところから来ました、はい、やっぱりこうカルチャーショックありました？あの実は、シンガポールの前マレーシアにいまして、マレーシア、はい、計5年半実はアジアに熱帯にいたんですけども、はい、完全にそれが私の状態になっちゃって状態化してたんで、もちろん日本の新聞読んでますし、たまに日本に戻ってるんです、だったんですけれども、うんうん、北海道来てちょっと最初の数ヶ月はびっくりしましたね、うんうん、やっぱりデフレでなんかこう普通私がこう思っているビジネスのイメージと全然違ってて、あ、これは違うなっていうのをすごく感じましたね、うん、覇気がないなとか、うん、なんかね、あのアジアの人たちってもうみんなみんなこうなんていうの、生活を良くしようとかそういうんで目がキラキラしてて、エネルギッシュで、はい、とにかく自分は豊かになるんだっていうことをもう皆さんやってる中で、日本の人は割ともうおっとりしてるっていうか、うんうん、
まあ、覇気がないとは言わないですけれども、なんかもうちょっと辛抱辛抱みたいな、おとなしくおとなしくこれでいいじゃないみたいなっていうのと、やっぱりちょっと将来がどうなるんだろうって不安があるから、はい、多分皆さん身を守る、うん、そういう感じになってて、まあそうですね、だから逆に言うとアジアの人はすごくいろんなことを挑戦するんだけど、あ、はい、あの日本は守ってるんだろうな、守ってるなっていう感じを持ちましたね、うん、最初、うん、はい、最初はそういうふうに思ったけれども、やっぱりちょっとこう皆さんとお付き合い、個々にこうお付き合いが深まると、はい、変わってきたようなんです、いや、そうなんですよ、はい、それでね、分かってきたのはさっきのキーワードなんですけどもね、はい、やっぱりインフレって常に右肩上がりだから、うん、自分が本物でなくても流れに乗ればどうにかビジネスがやっていける、はい、ですから玉石混交なんですよね、うん、それが北海道も日本もデフレで、はい、実は企業の方々といろいろ話をするとね、もう何て言うんでしょう、ものすごく考えてて、ああ、ものすごくこう素晴らしいビジネスをやってる方がいっぱいおられて、大変だからこそ、うん、みんな今知恵を絞って、逆にこう熱く頑張っている経営者にたくさん出会えた、はいはい、でその方々ってね、やっぱり本物なんですね、うん、今この日本で残って頑張ってこれから成長しようとしている企業って本物だなって思って、逆に本物しか残ってないな、そういうのがね、私の最初の印象でした。だからこれは数ヶ月最初ちょっと戸惑ったんですが、はい、それからバーッといろんな方々とお会いしていったら、あ、なるほど、これが今本当の日本の底力なんだなっていうのを実は日々日々感じている毎日ですね。なんかいいお話だなと思いまして、ここに会うとみんながやっぱりそれなりにデフレの中でも元気がないばっかりじゃなくて、逆に本物は光っていると、そうですね、逆に今もう残ってしっかりやっておられる方は皆さん本物ですね、はい、でその中には必ずコアで考えている、うん、まあ、理念を含めてね、ものすごく考えておられるし、この方々がやはりもうどんどん日本を活性化するんじゃないのかなと、はい、そういうふうにちょっと思いました。そうなんですって。ちょっと私札幌人を代表して嬉しい気持ちになりました。やっぱり外の方から見る方がよく見えるってよく言うじゃないですか、うん、そうですね、札幌の今の経済のことだって、地元にいるとなんかみんなおとなしくて、うん、もう今しばらく静かにしてよみたいなムードがある中、うん、そうですね、うん、ですけどあれなんですよね、日本ってね、やっぱり素晴らしい国だと思いますね、はい、というのはいろんな、まあ、シンガポールってね、とても安全な国なんですけれども、はい、マレーシアも安全な国なんですが、やっぱり、まあ、シンガポールは女性も夜一人で歩けますけど、マレーシアの場合はクアラルンプールにいたんですけど、ちょっと場所を選ばないとかなっていう場合もあるけれども、日本はどこが歩こうが、真夜中歩こうが安全だし、はい、安心だし、やっぱりこれだけ安全だけじゃなくて安心感のある国っていうのは世界でも少ないなと思いますね。だからそれがベースにある中で、はい、今ビジネスをやってる人たちっていうのは、はい、もう世界に向けて国内だけにとどまらず出ていこうとされてるから、もうそのなんて言うんでしょう、チャレンジ精神っていうんですかね、はい、とってもいいと思いますね。はい、そのベースの安心とか安全とか、はい、そういうところに関しては本当に札幌人というか、まあ、国内全部もそうですけど、北海道の人たちは特に、うん、なんかその辺は意識があまりないって言われますよね。そうなんですかね、いや本当にね、うん、私の最初のね、北海道に来て、真っ先に驚いたのは実は、はい、まあ、マンションに入れなかったんで最初はね、数日ホテルに泊まったんですけど、うん、はい、その時にホテルで水道の蛇口ひねって水をそのまま飲んだんですよ、はい、でものすごく美味しくて水道水はこんなに美味しい国って世界でないですね、はい、札幌市は水道水をペットボトルに詰めて売ってますからね、まあそうですね、水道って大体世界各国ありますけど、はい、飲めないところがタダなんですね。ですからそれが飲める、そして美味しい、はい、はあ、日本だなって思いましたね、あんまりね、そうね、考えたことないけれども、まあ、そうなんでしょうね、ですからね、そういうインフラは日本はすっごく整ってる、世界のね、もうトップですね。あ、はい、そうなんですね。インフラのお話もいろいろ出てまいりましたが、もともとご専門ということなんですけれどもね、では2つ目のキーワードに行きたいと思います。